あの、平川さんのファンの方から実はですね、こんなメールをいただきまして。あれあれあれ、ありがとうございます。はい。八頭身のドラえもんさんですね。ありがとうございます。初回放送時より楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。もし平川さんが街を歩いているとか、うん、電車に乗っている場合、うんうん、かつプライベートなお友達などと一緒にいらっしゃるのでもない場合、はいはいはい、ファンから声をかけられたらご迷惑でしょうか、逆に実は嬉しいんでしょうかね、ということで、ちなみにですね、この方のお友達いらっしゃるんですけど、はいはい、モデルをしている友人二人いるんですけれども、一人は声をかけられるととにかく嬉しいと言うんですけど、もう一人はできればそっとしておいてほしいと言うんですね。運転の差でございましてということで、ね、ご本人に直接質問ということでございます。ありがとうございます。はい、そうですね。どうでしょうね。別にね、声をかけられることそのものに関してはですね、もう書いていただいてましたけれども、はいはいはい、まあ、一人でいる時だから、周りにね、その、知り合いが、個人的な知り合いがいてっていうわけでもなければ、別に声かけられることはね、困りますとか、そっとしておいてくださいっていうほどではないですけどね。ただ僕、電車に乗ってる時とか、えらい間抜けな顔して乗ってること多いんですよ。ボーッとして乗ってること多いんで。それは僕も同じですよ。もしかしたらですね、気がつかないかもしれないですよ。あ、なるほどね。はい、あ、そっかそっか。気がつかない恐れがある。恐れがありますね。あ、なるほどね。声メインですからね。あ、そっか。どうなの、後藤くんの。僕全然経験がないので、なってみないとわかんないなっていうので、多分すごくテンパると思うんですけど、あ、いや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 みたいな感じになって。でも声かけられたことってあります？僕ね、一回家族と一緒にですね、ディズニーランドに行ってたんですよ。はいはい、その時にプーさんのハニーハントのところの、はい、ところでプーさんコーナーがあってですね、ありますね。僕ディズニー大好き人間なんで、プーさんのグッズとかすごい見てたんですよ、新商品とかがっつりね。もうすぐなんかギラギラした目で見たら、新しいの入ってるから、見てたら、もしかして鈴木さんですか？聞こえて、ふっと見たら、僕のファンの方たち、だいたいこう、ロック系の格好をされてるような人たちって思うんですよ。で、なんか、ちょうどツアーがあったので、全国ツアーの時に、今度ツアー行きますからよろしくお願いしますって握手をして、ぜひとも来てねって言いながらも、頭の中結構、プーさんでいっぱいあるから、自分の中でシフトチェンジするの大変で、ああ、そうだそうだと思って。いかん。ありがとうとか言いながら。ドキドキするけど、でも嬉しいですよね。実際そうやってこう、応援してくださるっていうのはね、とっても嬉しいことですから、まあ、もし見つけたらですね、温かい目で見つつ、声をかけていただけると嬉しいなと思いますけれどもね。はい、こんな3人でお送りします。